はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、先日動画でもご報告した通り、我が家にですね、子供が生まれまして、はいでね、今もう嫁さんと子供と病院の方から退院してきてるんですけれども、妊娠とかね、出産の方を頑張ってくださった嫁さんに何かね、こう自宅でできるようなご褒美というか贅沢はできないかと思っていろいろ考えていたんですけれども、ちょっとね、そんな時に我が家が大好きなラーメン屋さん、ヤタガラスさんっていうお店がですね、ちょっとデリバリーを限定的にね、販売いたしまして、ちょっとこれ家で食べられるんだったら喜んでくれるんじゃないかと思って、今回ね、購入させていただきました。デリバリーは限定的なので、いつまで続くかちょっとわからないんですけど、毎週ね、メニューが変わっておりまして、まずね、これが混ぜそばっぽい感じなんだけど、金華豚と黒トリュフ、プラス、ベトコンラーメン、母のビーフカレーの3種を販売しておりましてね、今回はこれを各2食ずつ購入させていただきました。でね、僕はちょっと動画の中ではこの3食ね、全部いただこうとは思うんですけれども、嫁さんはね、そんなに大食いではないので、金華豚と黒トリュフを作ってですね、ちょっと食べていただこうかと思っております。こちらがね、金華豚と黒トリュフの、内容になっておりまして、こちらが各種のトッピングと、これが金華豚の豚肉かな、なっております。麺とタレが入っております。手順は結構簡単ですね。じゃあまずはお湯を沸かしていきます。お鍋に火をつけてと。じゃあお湯が沸くまで少々待ちたいと思います。沸くのが待ってる間にこの子を飲んでいきたいと思います。それでね、麺を入れる前にちょっと器を温めたいんで、中にね、お湯を入れていきます。で、ちょっと冷蔵庫に入ってたんで、このね、返しも一緒に器で温めていきたいと思います。じゃあお湯が沸けてきましたんで、早速ね、麺を茹でていきたいと思います。麺はね、こんな感じで平打ちの全粒粉麺となっております。投入して、で、3分20秒と。で、麺を茹でてる間にね、この豚肉を30秒ほどレンジでチンしていきたいと思います。はい、 OK。 よし、しっかりとね、タレと麺を、絡ませてあげて。うまそう、めっちゃいい匂いするんだけど。はい、じゃあトッピングですね。どうしようかね、難しいねごめんなさい、ちょっとね、僕の盛り付けのセンスのせいなんですけど、納得がいかない一応ね、こんな感じでございます。もうね、香りはめちゃめちゃうまそうなので、早速ね、嫁さんにこちらを持ってって食べていただきたいと思います。今ね、ちびちゃんも寝てるんで、持っていっちゃいましょう。お待たせしました。すごいね、トリュフの匂いがすごい。そう、黒トリュフはね、もうしっかりしてる。家麺デリバリーのレベルじゃないよね、なんか。すごい。全部ついてたやつだよね。全部ついてるやつ。こうか。ちょっと麺から。さあ、行くぞ。うまい。うまい。ほうれん草だけども、これはうまい。うまい。うまい。幸せな味がする。これは下で最高です。最高ですか、はい、ってことでございます。早く食べた方がいい。早く食べます。はい、すいません、はい、いや、嫁さんにもね、喜んでいただけてほっとしましたんで、次はね、自分の分も作っていこうと思うんですけれども、黒いのがね、大きいのしかないので、ちょっとこれを使っていきたいと思います。器を温めて麺を投入していきたいと思います。よいしょ、はい、 OK です。よし、 OK。 よし、しっかり絡ませてと。ど真ん中に
緑を持ってきて、はいと、オッケーってことで、僕の盛り付けの方はこんな感じになりました。うまそう。ちょっと早速食べちゃいたいと思います。うまそう。我慢できない。はい、ということで今こんな感じであやめの方が完成しましたんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと早速ね、麺の方だけでいただきたいと思います。でも上品、私白だしみたいなね、こう上品な味にプラスね、なんかね、どこかねラーメンっぽさ、しっかりとラーメンっぽさが残ってるんだけど、なんか難しいこれちょっと一回全部ね具材をあえていきたいと思います。トリュフとね、金華豚かをあえて一緒にいただきたいと思います。食べたことない味だ。うんうん、これはね、ご褒美だ、ご褒美。うん、こちらの八田ガラスさんのね、店主さん講師ともにね、よくしていただいていて、この方がね、とっても割烹とかそういうね料理がまず大好きで、いろいろね普段から食べ歩いてる方なんですけど、なんかね、もう発想がすごい、なんだろう、めっちゃうまいな。うん、うまっ。いや、これうますぎて黙々と食っちゃうな。うん、うまっこれ。はい、ということで完食いたしました。ごちそうさまでした。やばい、めっちゃうまいよこれ。びっくりした。このメニュー自体はね、一食2000円とお高めの設定ではあったんですけれども、いろいろね、まあ高級食材とかも使いながら、全部ね香りとか旨味をね殺さずにしっかり活かせてる料理というか、まさしくご褒美でした。うわ、うまかった。とりあえずね、この黒トリュフの方は食べ終わりましたんで、続いてねベトコンラーメンの方作っていきたいと思います。はい、そしたら続いてね、ベトコンラーメンの方を作っていきたいと思うんですけれども、結構ね具材はシンプル。まずね、このスープですね。スープとこちらの麺とで、プラス大判のチャーシューと味付けされた野菜だね、こちらになります。まあこれはね、嫁さんの方はもうお腹いっぱいで大丈夫ってことなんで、今回はね贅沢に2食作っていこうと思います。まずね、手順も結構シンプルで、最初にこのスープを5分ほど湯煎して温めていきます。それでその間に僕は一缶飲みたいと思います。スープが温まったんで、これはね一旦どかさせていただいてと。そしたらそのままね、麺を茹でていきたいと思います。麺はねこんな感じ。これをね1分ほど茹でていきたいと思います。はい、で1分スタートと。よいしょ。その間にスープを移しちゃいたいと思います。よいしょ。はい、 OK と。こっちの方が綺麗か。はい、ベトコンラーメン、こちら完成でございます。早速食べていきたいと思います。はい、ということでこちらのねベトコンラーメン、早速食べていきたいと思います。いただきますと。ちょっとね、まずスープから。うん、うまっ。これニンニクがねめちゃめちゃがっつり効いてて、
醤油の返し自体はかなりキリキリっとしたね、あの尖ったものなんだけど、背脂が入ってる分ね、結構ねまろやかになってて、醤油の尖りはちゃんと残しつつ背脂の甘みがあるみたいな感じ。ちょっと早速麺を、いやだ、そう見えるかな、麺こんな感じ、うまそう。麺はシンプルでいいわ。うん。うん。こんな攻撃的なんだ。チャーシューもね、かなり醤油使ってて、しょっぱいぐらいなんだけど、これぐらいパンチがあるとね、このスープに負けないぐらい。うまっ。うん。普段ね、あたがらさんって、あの、無花鳥のラーメンを作ってて、すごくまろやかで優しいラーメンを作ってるんだけど、このベトコンラーメンとかもそうだし、まあ、あのさっきのあえ麺とかもそうなんだけど、味の振り幅がすごすぎる。その店主さんのそのあれ作りたいとかこれ作ろうって発想のポテンシャルが高すぎて、毎回ね何を食べてもめちゃめちゃ驚くんだよね。うまっ。チャーシューがさ、まあでかい、トロットロだし、うん、やぶだ、全部飲み干しちゃいました。うまかった、ごちそうさまでした。はい、ということで、今ね、ヤタガラスさんの限定のデリバリーメニューをいただいてきました。まあ、何よりもね、まあ、あの嫁さんがすごい喜んでくれたので、もう僕はそれだけで満足かなっていう感じなんですけれども、これだけね、普通じゃちょっと味わえないような種類、ジャンルのラーメンとかね、あえ麺をいただけて、とても大満足のご飯でした。でね、このヤタガラスさんのデリバリーなんですけれども、またちょっと来週ね、新たな限定をやるということで、4月の29、30日、5月の1日、こちらの3日間ですね、限定コラボメニューを販売するみたいでして、何よりもすごいのが、この有名店のね、5店舗コラボのデリバリーテイクアウトメニューとなっておりまして、こちらの参加店舗がこちらでございます。これがね、デリバリーで食べられると。こちらのメニューが、27日月曜日の夜20時からね、ヤタガラスさんのツイッター DM もしくはこちらのお店の電話番号ですね、こちらから受け付けているみたいですので、ぜひね購入を検討してみて、お家でね贅沢してみてください。またね、この限定の情報に関しても、まあ、ツイッターもしくはお店のねブログがあるんですよ。店主さんがやってるブログがあって、そこにね、今週はこの限定をやりますよっていうのを書いてあるのでね、そちらもぜひぜひお時間があるとき見てみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。